直又ベストヒット高見。今夜のテーマはですね、リメイクされるアニメ主題歌特集です。まず VTR をどうぞ。名作アニメは時代を超えて愛され続け、リメイクして新たな命を吹き込まれます。そしてその主題歌も時代を超え新しく生まれ変わるのです。リメイクされるアニメ主題歌、1963年日本初のテレビアニメシリーズとして国民的人気を集めた鉄腕アトムは、2003年新たな物語で復活を果たしました。誰もが歌えるこの名曲はゾーンによって現在の子供たちに届けられたのです。1969年に放送され元祖スポコンアニメとして知られるアタックナンバーワン、名台詞が印象的なこの主題歌は36年の時を経た今年、ハードロックでリメイクされ話題を呼びました。だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。1973年放送のキューティーハニーはセクシーな変身シーンと刺激的な主題歌が衝撃を与えました。2004年に実写化された映画では倖田來未さんがパワフルにアレンジしました。人気漫画忍者ハットリくん、おなじみの歌謡曲的な原曲が一変して香取慎吾さん扮するハットリくんがテンポの速いヒップホップチューンで歌い上げています。誰もが知っている楽曲がその時代風にアレンジされ、新しい世代の心に新しい感動を与えます。子供たちが大人になり、その大人が子供たちに伝える名曲は時代を超え歌い継がれていくのです。今夜はそんなリメイクされるアニメ主題歌にスポットを当てます。はい、リメイクされるアニメ主題歌ですけど、この中で印象残ってるアニメっていうのは川島さんなんかあります？もう全部印象残ってますよ。特にやっぱり鉄腕アトム、鉄人28号。この辺もご存知ですか、やっぱり、うん、あ、そうですか。ビルの街にガオ、なるほど。エースの狙いもね、やはりね、うん、まあ、最近はリメイクされるんですけど、アニメーションが実写になったりするんですね。そうですね、アタックナンバーワンとかですね、進化して実写でこう撮れるよ、まあ、CG があるからね今ね、うん。剛くんなんか今実写にしてほしいっていうアニメありますか？僕はね、一回ね、北斗の拳の実写を見てから実写というのは本当に気をつけなきゃいけないっていう。北斗の拳の実写あったんだ。いや、もうケンシロウが外国の方なので、あ、見たよ見たよ、北斗シャークレッツケンっていうんですよ。すごいよな。ちょっとこうなるんですけども、こいつなんかある？え、なんかある？変態仮面とかね。いやいやいや、すごい、それは私のお稲荷さんだ。すごい影が絞られますよ。この実写版は僕がやりますよ。言ったな、言ったな、それやれよ。ちょっとやれよ、ちょっとコメディーないからやれよ。やれよ、やれ、何でもバックアップする俺たちね。そうです、何でも付き合う。ボランティアで出るぞ、本当に。ね、原因とかね、そんなの絶対実写版できないもん。変態仮面の絵ですが、それでは今夜リメイクされる主題歌の中からですね、変態仮面、変態仮面。よかった、俺も頭に合っちゃったよ。はい、今夜はリメイクされるいろんなアニメの主題歌の中からアタックナンバーワンをですね、テレビでは久しぶりに川島直美さんがですね生で歌いますんで、みんなでセッションします。よろしくお願いします。お願いします。だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。